はい、こんにちは、こんばんは。非モテ男の界隈ではナンバーワンイケメン、かっこイケオジレイです。イケオジってイケてるおじさんのことだからね。まあいいか、そんなことはね、まあどうでもいいや。で、今回ね、お話しする内容はやはりこの LINE の内容の方からね、女性からいただいてる LINE の内容の方から今どういうね、相手の方が気持ち心情なのかっていうのを、まあ、推測していく、考察していくというところですね。で、まあね、ただのね、多分 LINE のやり取りというよりも多少心理戦みたいなのは、婚活ですからね、婚活なんで、普通の出会いとはちょっと違うんで、だからその辺でね、婚活だから、まあ、水面下での心理戦みたいなのもあるんじゃないのかなっていうふうにね、自分はね感じてたんですけれども、もうね、まあ、現在としてはもうそういうのは深く考えないやめようと、ね、思ってはやってはいますので、でこのね、まだね、ちょっと数日前は疑心暗鬼みたいなところもあって、なんかね、どうなのかなというところでちょっとこうネガティブに考える、ね、ところもあったんですけども、でいろいろとね、その、まあ、コロナの状況とかがあって、相手の方がね、こういうふうにしたいと、あまりだからこの長時間の会合とかね、会うのは避け、会いたいけどさ、できないということだったので、まあ、コロナの状況っていうのがあると。で、いろんなその自分が思っていることを今伝えていただいてたんで、で一応ね、そのなんていうのかな、ただ単に飯食いってそのね、飯友じゃないっていうね、散々言ってますんで、飯友にならないためにも、ね、まあ、ちゃんとこのね、まあ、言い方はまた別としてね、どういうじゃあ内容の LINE を送ったのかというと、その通りの文章じゃないよ、言ったことはあくまでこれぼやかしてるんで、まあ、できればそのあなたとこのね、なんとかちゃんって言うんだけどね、もうそういう呼び方で呼び合ってるんで、まあ、向こうは普通に下の名前で呼んでくるけど、まだ付き合ってるわけじゃないからね、で、まあ、なんかね、こう同じ時間というか空間を、まあ、一緒にね、常に過ごしていきたいということ、あなたにとそして興味がありますよということをね、LINE でね、送りました。その書いて、送りました。あまりそういうのね、正直ね、過去を振り返るとね、こう自分からガッっていうのがね、カッといくのがね、なかったというところで、まあ、少し意思表示をね、しました。もちろんそういうのやんないと先にね、進まないから、まあね、あんまり今までじゃやってなかったのかよと、よくまあそれで本校祭まで進んだなというところもね、皆さん思うところもあると思うんですけど、それはまあ、ね、個々の状況が違いますんでね、その時その時のシチュエーションとか、まあ相手というのはね、全然違う、ね、タイプの人ばっかりなので、やっぱりこれという正解っていうのはないと。まあそれでね、話を戻しますけども、そういった興味があるよっていうのを、まあ、その本校祭の前の段階で、まだね、だって何回、ね、数回しか会ってない中で、打診したところ、まあ、向こうからは、普通にね、前向きに考えますみたいな、ちょっとさらりとした文章だったんで、おやおやっと、そのね、ネガティブに考えてたこの間までの自分としては思っちゃったわけですよ。あ、なんかこう、単純に候補者、ね、数あるこの候補者の中から一人勝ち抜いて、でまあこいつで様子見るか的な感じのなんか言い方なのかなみたいな風に考えてしまったんだけれども、まあよく考えてみたらそういうことすらもう終わっちゃう人はそういう文章をね送ってきてないんですよ。で本校祭行くね、本校祭にまで行ってる方たちは全部やっぱりそのなんとなくそういうのもあったんですけど、まあ、ここまでそうなんていうのかな、分かりやすくっていうのがなくて、結局その後にすぐにメール、あ、じゃあね、LINE のやり取りをした時にね、あと
何日頑張れば会えるねみたいなことを言ってくれた。そこに繋がるんだよね。だから単純に今日頑張ろうねとかそういうね、あのやり取りはもちろんあるんだけど、そこにプラスアルファの要因がちょっとあったんで、まあ、前向きからのちょっとさばけた感じの文章からの、まあ、会いたいよ的なあの内容が来たというところで、これはちょっとこう男としてはあの一歩前進みたいなね、ところがあるのかなというね。やっぱりね、こうなんていうのかな、本当に婚活っていうのは、一個の失態が結構ダメにね、つながっていくというところもあるんですが、先の結婚生活を考えたら、自分の、まあ、ダメな部分っていうかね、あとマイナス面、だらしない姿とかそういうのをお互いに見せ合える仲じゃないと、もうかっこつけてばっかりだね、こんな成り立たないんで破綻してしまいますんで、まあ、疲れちゃうしね。だからそういうことも考えたら、まあ、なんていうかな、まあ、ボロもちょっと出しつつみたいなところで、今のところちょっとね、自分の、まあ、マイナス面の話はね、この間散々しましたけども、マイナス面と不器用さ、ね、女性に対してそんなに昔はそのね、なんていうかな、恋愛、自然な流れで恋愛してた頃は、本当に自分勝手な、恋愛ばっかり、ね、してた、ものですから、だからこの辺でだから寄り添う恋愛という、恋愛じゃないな、寄り添うというね、相手に寄り添うという形っていうのを意識してやってたんで、だからなんか多分ぎこちないところがあったりして相手に感づかれたりっていうのが、ね、あったと思うんだけども、逆にそれを隠そうとするんじゃなくて、もう出してしまって、ダメならダメでいいやと、ね、いうところで、もうこればっかりはね、もうね、マニュアルとかそういうのないからね、マニュアルとかそういうのないんで、もうそしてね、必勝法なんていうのは人それぞれ違いますから、皆さんの中でもその成功した方であっても、その通りにじゃあやったらできるのかって言ったらね、成功するのかって言ったら全く違う話で、もうね、登場人物自体がもう違うわけですからね、全く同じような環境で、同じ地域に住んでて、同じ年代で、ね、背丈も全部一緒でっていうんだったらまた話は別だけど、なんかドッペルゲンガー的なね、なんか、自分の分身みたいな、そういうね、そんな状況まずありえないんで、あくまでもその 100% 全て正しいっていうわけじゃないけど、まあ、かいつまんでこの成功例のここの部分っていいところをつまんで、自分に当てはめて参考にするっていうのが、まあ、一番正しい、やり方なのかなというところでは考えてるんで、でまあごちゃごちゃね、なんか言いましたけれども、一応ね、そういった相手からの、なんだろう、今まで、にない好感触な内容がね、来ているんで、でこれでなんか一方的に振られたらすごいよね。逆に伝説だよこれねっていう、ね、ここまである程度いいんじゃねえの的なね、いいんじゃねえのっていうふうに今来てるわけじゃないですか、なんとなくね、波が。そして神社参拝した後、良縁ありますようにって拝んだ後にすぐにこのね出会いがあったわけなんですよ。まあそこを別にこだわるわけじゃないんですけど、何かそれも意味があって、まあ、出会ったのかなというね、ところがありますんで、そして今も続いているというね、お見合いからまた続いていて、で今のところ相手からのこの反応の悪さっていうのが全くないという状況になってるんで、まあ、怖いですね、逆に怖いなっていうね、何か山あり谷ありなのが婚活みたいな、婚活の出会いみたいな感じになっちゃってたんで、やばいね、そういう思い込みとかっていうのは非常にやばいなっていうところがあるんで、まあね、この辺で2020年でなんとかね、決着をつけられたらいいなというふうには考えております。まあ、とりあえずね、頑張ってきますんで、一つ応援の方よろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。じゃあ。